こんにちは皆さん今日は台湾のカルフールっていうスーパーに行ってきたのでそこで購入してきたものをご紹介していきたいと思いますそして台湾の物価の紹介になればいいかなと思います今2019年の5月末ですねもうすぐ6月では一個一個紹介していきます まずはこの水蓮斎す蓮っていう野菜がですね、えー、これで55元です結構たくさん入ってます55元よくルアツァオティエンって言って台湾式居酒屋に行った際にこれの炒め物が大体まあ100元ぐらいでなのでえー まあ自分の家で作った方がお得かなと思ってちょっと挑戦してみようと思って買いましたでは次魚なんかあの尻尾とか土の方だからちょっと安かったです一人暮らしなのでそんなたくさん食べれないので一回にこのぐらいの小さい量が好きあの好みですこれがえっと24元24元 安いなと思って買いました次これもあのちょうど豚肉シール貼ってたのであの割引シール貼った瞬間に「あじゃあそれちょうだい」って言ってよかったですあのおばちゃんたちの合戦、えー、に巻き込まれる前に、えー、これが81元だったものが41元引きの40元でもまあ早く食べないといけないっていうだから結構 量ありますよ 100g で36元って書いてますで 226g 結構量ありますねこれはお得安心豚って書いてある対等肉品よし次あこれはもう帰ってきたらすぐ,もうすぐ食べたいと思って、えー、これはですね豚肉の耳がですね 2 5ムじゃないや、えっとこれはグラム自分で量取ったんですけど結構量取っていくらぐらいかなと思ったら37元安いですねこれも 100g があ違うグラム二2 5元のものです1 4 6ム買いました次、えー、これ買うかすごい悩んだんですけどキムチ、えー、韓国のですね、えー、これが、えー、これも安くなってました195元普段するのが169元 ただキムチ結構台湾だと割高感あるのかな 450g で169元でしたなんか日本持ってや安い気がまあでもあれなんですかね輸入の韓国から台湾に送るのと韓国から日本に送るの距離が違うので割高になるのかなって思います続いてこれ台湾のカルフールで僕結構好きなんですけど食パンですね この食パンが、えー、これ安かったです35元これだけ入って35元なので結構買ってますこのプレミアムってやつ、うん、結構おいしいはい続いてこれは食べ物じゃないんですけどスーパーパワードライこれあの乾燥剤ですね乾燥剤が4つ入ってんのかな確か4つ入ってた気が、うん、4つだ4つで、えー、68元もうこれは あのこの写真見てわかるようにカメラ用とか靴とか、えー、と骨董品芸術品衣服僕の使用用途はこの2つですねカメラもう絶対カビ生えたくないんでしかも今4台ぐらいカメラがあるのでこのためあとこの衣服のやつも、まあ、気持ち入れとこうと思ってこれがないと大変なことになるんで乾燥剤除湿ですねはい続いて大きいの入らないなよいしょ えー、これはウェイセンズって言ってこれは、えっと、ティッシュペーパーですねただこれあの台湾ではあのトイレットペーパーとしても使われていてよくあの併用してるところも多くて、まあ、僕も併用してるんですけど、えー、これが195元、うん、ちょっと高い気もしたけど24セット入ってて。 まあでももう目の前の人がピッて取ったのでもう僕もつられてピッて取りましたもうあの足りなくなってたのでまあそんな感じです、うん、なんか確か1月か2月にトイレットペーパーとかティッシュの値段が上がったらしいですまあでも必需品なんでケチっても仕方ないっていう感じですいかがだったでしょうか台北の物価うーん正直言うとそんなに安くないですね あの安いものは安いですけど高いものはほんと高いので特に輸入品は高いです本当に高いカップラーメンがなんか1個350円とかで売ってて誰が買うんだよっていうぐらいの値段で売ってたので、まあ、あの皆さんもしこれが参考になれば嬉しいですそれではさようなら